イトニングお疲れ様でした。いくつかちょっとホワイトニング後のご質問をしたいんですけれども、はい、まあ、ホワイトニングを、まあ、しようと思ったきっかけってありますか？きっかけ、なんだろう、白い、なんていうのかな、白くなりたかったんで、やってみようかなと思って、これをきっかけにっていう形で、はい、まあ、そのうちでそのホワイトニングしてみようかなと思った決め手ってありました？決め手、なんか LINE、連絡いただいたので、キャンペーンっていう、せっかくだからやろう、今回初めてだったんですよね、はい、いいきっかけになったんですかね、はい、よかったです。なんかホワイトニングする前でなんか不安だなって思ってたこととかってありました？いや、特になかったですか。なんか痛みとかあるって聞いたんですけど、全然思ったほど全然痛くなかったですか。良かったです。ホワイトニングしてどうですか？この変わった感じしました？1回目ではね。でも変わりました。変わりました。良、はい、かったです。なんかそのホワイトニングを、まあなんか今他にもやったことない人とかにはね、なんだこれ、はい。ホワイトニングやりたいけど一歩踏み出せない方とかにどうしようか考えている方なのに、うん、何かメッセージってありますか？メッセージ、難しい。ね、きっかけがあればですよね。毎回こう一回チャンスがあればやってみていいんじゃないかなっていうところですかね。一回で結構変わるんで、よかったです。でもすごい見てても変わりましたね。やっぱ下白いですね。上も早く、早くやりたいですね。またそのチャンスがあればぜひ上も矯正終わった後、はい、ぜひと思うのでありがとうございます。